皆さんこんにちは、増田俊夫でございます。いつも増田チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。実は昨日から増田塾が始まっておりまして、今日で2日目であります。最初の題目はですね、たった2つしかない儲け方ということで、昨日今日と2日にわたってお話をしているわけですが、儲けというのは大変重要でして、儲けすなわちお金が、この十分なお金があれば、それだけ十分な自由があると、十分な自由があるということは幸せなことだということで、人間、この自由を求めるというのはですね、もう生命の摂理みたいなもんで、生命はどんどん成長する、そしてどんどんとこの自分のエリアを拡大していくと、つまりエリアっていうのはそれぞれの人の影響力ですね、これをどんどん広げていき、そして資産をどんどん増やしていくという、これはですね、人間が望むところであり、またそうでなくてはならないものであります。何でもそうですが、先立つものは金ということになってまして、国家もお金がなければ運営できない。そうすると国家の通貨をこの発行するところが中央銀行、したがって中央銀行がですね、いわば支配者だと、分かりやすく言えばですね、お金にみんな頼ってるわけですから、そのお金を創造するところがですね、一番重要なところになるというのは当たり前の話ですね。まあ日本の場合は日銀、円を創造するところですね。アメリカの場合で言えば FRB、アメリカの中央銀行ですね。これはドルの重債料金を持っているということ。ところが、日本との日銀とアメリカの FRB と大きく違うところはですね、日本は円というですね、日本の国内で通用する、まあ、いわばローカル通貨なんです。で、ドルの方はですね、世界の国際基軸通貨ですから、世界中の国々がいろいろ取引したり貿易をしたりですね、世界でその共通して使われる通貨、国際基軸通貨というんですが、これがドルなんですね。ですからアメリカのこの FRB、 ドルの自由裁量権を持っているということはですね、世界に最も大きな力あるいは権力を持っているということが言えるわけです。ではこの FRB とは何だということなんですが、 FRB というのは連邦準備理事会というふうに訳されていますが、これはアメリカのですね、12の地域にある連邦銀行の集まりなんですね。ニューヨークをはじめシカゴ、サンフランシスコ、いろいろですね、アメリカの主要都市にこの連邦準備銀行というのがそれぞれの地方にある、12の地域にあるんですね。そして一つ一つのそういう連邦銀行、連邦準備銀行は全部株式会社なんですね。日本の日銀もジャスダックに上場している株式会社ですが、アメリカのですね、この12の連邦銀行、これもみんな株式会社なんですね。したがって FRB は何だということになりますと、株主は誰だということになるわけですね。よくよく調べてみればですね、連邦銀行の株主は 100% ユダヤ資本ということが分かっているわけですね。ということになるとですね、連邦銀行のオーナーはユダヤ資本だということになり、かつですね、アメリカ合衆国がこの国家を運営していくために、時には戦争もしますけども、国家を運営するためにですね、必要なお金というものはアメリカ合衆国がお金の発行ができないんですから、
この FRB からですね、直接あるいは間接的に、国家の社債を、この発行してお金を借りる。つまりその国民から取る税金、歳入ですね。歳入で、この歳出が賄えない。まあ、いつも賄えないんですよ。したがって赤字国債といってですね、その穴を埋めるための国債を発行するわけですが、この国債を現金化するのはですね、まあ日本もそうなんですが、入札制度っていうのがありまして、そこに、まあアメリカ合衆国の国債をですね、売りに出すと。それを市中銀行が買うと。あるいは、アメリカの場合は FRB が買うということなんですね。日本の場合はちょっと法律が違ってまして、日銀は直接国家の国の国債を買ってはいけないということになっているもんですから、間接的に買ってるわけですね。すなわち、日本の市中銀行が全部日銀に口座を持っているわけですね。で、その口座にですね、日銀がお金を入れると。そうすると、この、口座を持っている市中銀行が、入札の際、国債を、政府が発行する国債を買うというふうになって、まあ直接ではないんですが、間接的にですね、まあ日銀が間接的に国の負債、国債を買っているという、この点においてはですね、まあ日本の中央銀行、日銀もですね、FRB もやってることは同じなんですが、日本の場合はですね、ちょっと形を変えているということなんですね。で、FRB に戻りますが、世界の基軸通貨に対してですね、重裁量権を持っているということですから、アメリカ合衆国のみならず、世界に対してですね、ドルという大きな覇権力を持っているということが、まあ、言えると思うんですね。そこで今日、昨日今日と、増田塾の皆さんにお話をしたのはですね、やはりこの儲け方は2つしかないんだと。この世の中に2つしかないと。ね。1つは、まあ、実体産業、ものづくり、あるいはサービス、これをですね、まあ、ビジネスとして、そこからの収入を得ると。いわばですね、労働所得と言ってもいいと思うんですが、アメリカ流に言いますとね、インカムゲイン、ゲインというのは所得って意味ですから、インカムゲインというのがこういう実体産業からですね、得られるこの収入なんですね。それから株式投資、その他商品市場、為替市場、いろいろ市場はたくさんありますが、そういう市場を通しての売り買いで利益が出た場合、その利益のことはキャピタルゲインというわけなんです。ですから所得はこの2つしかなくて、まあ所得というか金儲けですね、儲けは2つしかなくて、1つは実体産業から得る、インカムゲイン、もう1つはマーケット、市場から得るキャピタルゲインと、この2つだけが儲けなんですね。まあそういう意味で、たった2つしかない儲け方っていうのはそういう意味なんです。そして昨日今日でですね、どういう話をしたかと言いますと、このマーケットですね、マーケットの規模というのは、マーケットというのは市場規模ですね、市場の規模、金融市場の規模、それから実体産業の規模ということを比較するとですね、もうお話にならないぐらいですね、金融市場の規模が大きいわけなんです。デリバティブとかですね、それまでこの、まあ、金融市場の取引高ということで加えるとですね、もう実体産業の20倍ぐらいの規模があるわけです。で、実は昔はですね、昔っていうのは終戦直後あたりなんですが、あの頃はもう
企業はいくら金があっても足らないと、右肩上がりですから、儲かった金はすぐ再投資して、また儲かったらまた再投資してといってですね、企業に余裕のお金がないわけですね。それはまた個人も同じなわけなんですね。したがって、証券会社っていうのは採用産業、ね、社用産業っていうのは流行らない産業っていう、日陰の産業という意味なんですが、あまり日が当たらなかったわけですね。ところが、右肩上がりの成長がどんどん続いていくと、今度はですね、成長がだんだん鈍化してくるということになるとですね、投資に使う金がだんだん少なくなってくるということになると、内部保留、それからそれぞれ企業個人のですね、余剰資金というのが増えてきて、そして個人では最近の話ですが、個人では現金で1000兆円ですかね、それから有価証券で1000兆円、個人の資産がですね、2000兆円単位、これは日本の GDP が500兆ですから、GDP の4520ですか、4倍ですね。日本は世界一の金持ちだと言われるのはですね、日本の個人のこの今言う資産、金融資産が GDP の4倍 400% なんていうのは世界中どこ探してもないわけですよ。もうずば抜けて、この日本の個人はですね、資産を持っているということなんですね。それはあんまり自慢にならない話で、そのお金が使われてないということなんですよ。アメリカの場合は余裕腰の金は持たないと言ってですね、パンダミック、コロナですね、これの支援資金が随分みんな成人から個人から政府からもらったわけなんですが、いくら金もらっても外出禁止だと言うんで使えないんですね。で、最近マスクなしでどこでも行けるようになったっていうんでですね、政府から援助してもらった余剰資金がアメリカの金額、アメリカドル換算で何百兆円っていうんです、円換算です。円換算で何百兆円っていうんですよ。そんなにですね、余剰資金がアメリカにある。だからインフレにもかかわらず株価がどんどん上がって下がらないというのはですね、もう高いのを承知で金が余ってるから使わなきゃ損だというんで使ってるわけなんです。日本の場合は30兆円ぐらい余剰資金。コロナの関係でいろいろ援助を受けてますから、30兆円、アメリカの10分の1ぐらいですかね、あるんですよ。で、日本の場合はもうバッチリ貯金しちゃって使わないと言うんでですね、こういう国民性っていうんでしょうかね、の関係で、日本の個人の資産は膨大だと。そして、アメリカの方の個人の資産はほとんどないと。モーゲージ、住宅ローンですね。これを払ってしまったらもう何にも残らないと。立派な家に住んでるけれども、借金を払ったらその、担保でお金借りてるわけですから、その住宅ローンを払ってしまったらですね、もう手元にいくらもお金が残らないという、あんまり裕福じゃないんですよ。見た目は日本の倍ぐらい裕福なんですけども、いろいろ中身をですね精査すれば大したことはないと、こういうことになるわけですね。そんな話を今日いたしました。まだまだですね、続いて日本経済、それから日本民族について、いろんなお話をしますが、すべての話はお金儲けのためなんですよ。ここが違うところ。歴史のための歴史ではない、教養のための教養ではない。ね。真実のための真実ではない。みんなお金儲けにこうつなげた話にしてあります。したがってですね、まだ増田塾に参加されてない方は、急いで参加をしていただきたいと。それが皆様方のためになるというふうに確信をいたしております。ご参考までに、こういうふうに募集をいたしております。ご清聴誠にありがとうございました。